FM 横浜 EK Radio 新軍の夜のチューズデイ FM 横浜 EK Radio 新軍の夜のチューズデイ、アニョセヨ、クロスジンのシンです。先週金曜日クロスジンのライブに、来てくれて本当にファンの皆さんありがとうございました。はい、これからもいい思い出たくさん作っていきましょう。火曜日は韓国の最新情報や音楽、韓国語、そして僕がいろんなことを体験したりわがままインタビューするエンターテインメントプログラムです。僕は月曜担当のウィン君の質問に答えます。質問は、え、ごめんなさい聞こえなかったんです。何をだよ。この人本当に何言ってるのか全然わかんないよね。まるでなめかわやすおみたい。はい、しんくんにメッセージください。メールアドレスはshin@fmyokohama.jp shin@fmyokohama.jp。 運転中の方はメールを送るときは安全な場所に車を止めてから携帯を操作してください。この番組のブログもあるので FM 横浜のホームページからアクセスしてぜひチェックしてください。はい、今週はですね、まあライブで疲れてちょっとクロスジンもしんくんも休まなきゃいけないなと思ってて、やっぱアーティストは音楽で休めなきゃいけないんじゃないですか。だからヒーリングになる、僕が休んでる時に目を閉じてじっくりと聴く、そういう美しいヒーリング曲に用意しました。ぜひ聴いてください。じゃあ行きましょう。ジェイソン・デルロ、It Girl。 お送りしたのはジェイソン・デルロ、It Girl でした。クロス人のシンがお送りしている FM 横浜 AK Radio 新君の夜のチューステイ、ここで皆さんからいただいたメールを読みます。ラジオネームヨギさん、新君はじめまして。はじめまして。青い海の伝説で新君を知った新君ファン、初心者のヨギと申します。はじめまして、よろしくお願いします。ラジオを聞くうちにしんくんが仮面ライダー電王のファンだと知り、私も10年前ドハマりしていたので同じだと、嬉しくなりました。まあいいですよね、電王は名作ですよ。私桃太郎が一番好きでしたが、桃太郎たちの仲間でゼロノスがいましたね。お、いましたね。あのゼロノスのセリフで、俺はかなり強いと、呼んでましたが、シンくんなら、俺はかなりと、〇〇と言いますか？例えば、俺はかなりイケメンとか、俺はかなりモデルとかでしょうか。よろしくお願いします。これをやればいいですよね。いやー、ゼロノス久しぶりだね。じゃあ行きましょうか。俺はかなり弱いね。しんくんのファンの皆さんよくわかってると思うんですけど、しんくんかなり弱いですよね。はい、でも心だけは強い男なので、皆さん応援よろしくお願いします。ヨギさん、ファンになってくれて本当にありがとうございます。これから、初心者っておっしゃってましたが、これからもっとたくさんいい思い出を作っていけたらいいなと思いますので、応援よろしくお願いします。メールありがとうございました。またたくさん送ってくださいね。次、じゃあラジオネームクールさん、しんくん、私は他の人にどう思われてもあんまり気にしませんが、大切な人に勘違いされるとすごく、悩んでいます。しんくんはどうですか？そうですね、大切な人に勘違いされるのはすごく気になるんですよね。でも大切な人こそやっぱたくさん話さなきゃいけないなと僕は思います。まあクールさんが言った通りに、自分があんまり仲良くない人とか、他人だと思う人に、そんな自分の中のそのエネルギーを使う必要はないと思うんですが、やっぱ大切な人だと、大切なほど、やっぱたくさん話して、たくさん出会って、なんでこれは勘違いだと思うとか、だって、相手が考えてることが違うかもしれないじゃん。僕のことを勘違いしてると思ってるけど、本人はまた違うかもしれないから、やっぱ話し合った方がすごくいいと思いますよ。やっぱ人間と人間は会話がないと、もっと関係がね、必ず言葉がいるわけではないけど、やっぱ
話す会話すごく大事だよね。だから僕の家族も1ヶ月1回はみんなでご飯食べながら話しますけど、クルーさんもぜひたくさん話し合ってもっといい生活になればいいなと思います。僕も応援しますね。クルーさんありがとうございました。はい、メールまだまだください。 shin@fmyokohama.jp shin@fmyokohama.jp。 はい、クロスジンは先週ライブ終わりました。そして特典会も終わりましたが、クロスジンのしんくんのラジオ続けますよ。はい、ドラマ青い海の伝説は衛星劇場で毎週水曜日午後11時からです。テオのことを、たくさん愛してもらえたらいいなと思います。そしてサギトリオ、イミノさんとイヒチュンさんとシンくんのこと、そして韓国のトップ女優チョンジヨンさんのこと、綺麗でしょ。はい、たくさん応援よろしくお願いします。はい、次の曲はですね、やっぱライブやりながら一番思うのは皆さんに出会ったことだと思ってて、それは僕の人生に対して大きなミラクルだと思います。それでは聞いてください。クロスジンでミラクル。お送りしたのはクロスジンでミラクルでした。シンくん、韓国語ガレチョジュセヨ。ここではシンくんが韓国語を教えちゃいます。今回は電話の書き方を教えます。まずはね、番号を入れて電話をしますね。ピュ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 。トゥルル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 。そしたら、呼ぼせよ。もしもし、呼ぼせよ。もしもし、ですよ。はい。じゃあ、何々さんお願いしますは、まあ、例えば、ワノ、シン、ワン、ホ、僕の本名で使うと、ワノさんお願いしますって言ったら、まあ、韓国は、まあ、ちょっと複雑だけど、まあ、まずは、ワノ、シンくんいるのっていうことから聞きますね。ワノ있어요?シンいますか?あ、ワノ있으면바꿔주세요。シンがいれば変わってください。ワノ있으면、何々が있으면、바꿔주세요。変わってくださいは、바꿔주세요。ですよ。はい。で、自分の紹介しなきゃいけないんですよね。だから私は、ワノの友達の、サチコです。って言ったら、저는我の친구사치코예요。사치코예요。って言えば、多分そのお母さんとかお父さんとか、その兄弟が、あ、我の친구사치코구나。あ、그러면、전화바꿔줄게。電話変わるよって言ってくれると思いますよ。ちなみに、サチコは、うちのラジオのディレクターです。はい。あ、外でめっちゃ怒ってる。はい。だから電話してまず復習したら、呼ぼせよ。저는我の친구사치코인데요。言えよ。私は我の友達사치코です。我のジョン바꿔주세요。我の新くんに変わってください。はい。바꿔주세요。これが大事ですよ。はい。はい。じゃあっていうことで、カルチョ주세요。今日もちょっと長い文章でちょっと今日は。紹介しましたが、皆さん大丈夫ですよね。電話するときはぜひこれ使ってみてください。はい、もうラジオの3年目になってるから、最初から聞いてるリスナーの皆さんは必ず今韓国語で会話ができると思います。はい、じゃあいつか日本のリスナーの皆さんと公開収録で会ったら、まあ韓国語で喋るコーナーもあったらいいなとちょっと思っておりまして、今年の公開収録楽しみにしていますよ。はい、じゃあ次の曲、今日は、ヒーリングソングスペシャルっていうことで、僕が用意したのは梁吉又さんの冷静と情熱の間っていう曲です。聴いてください。お送りしたのは梁吉又、冷静と情熱の間でした。シンくんのチンパギー、新しい未来へと。ここで僕はいろんなことを体験したり、わがままインタビューしたりします。今回はしんくん特製トートバッグを作ります。何も書いてないトートバッグに絵や文字を書きます。これを1名の方にプレゼントします。欲しい方は shin@fmyokohama.jp shin@fmyokohama.jp に送ってください。じゃあ今から作りましょう。
真っ白の何も書いてないこのトートバッグにこのキラキラしてるペンが1,2,3,4,5,6 あります。色は、グリーン、ブルー、レッド、パープル、シルバー、ゴールド、はい、6個ありますので、何書こうかな。まずあれだよね、あ、はい、そしたら僕は、今回はこのトートバッグに新君の夜のチューステイを綺麗に書きますので、皆さんぜひ使ってください。そしてたくさんの方々に教えてください、この番組を。はい、グリーンにします。まずは FM 横浜、大事ですよ、僕横浜の息子だからね、神奈川の方々に人気ですよ。ああ、かけられない、あれもう大変だねこれ。もうペンにしようよ次は。横浜、あ、でも立体感があっていいと思いますよ。はい、じゃあFM 横浜書きましたが、もう疲れました、どうしよう。イケレディオ書かなきゃ。イケレディオはじゃあゴールドでします。爆発、イケイこれもらって嬉しいか、本当に疑問まあ宣伝用ですよ皆さん、これをもらった方はぜひ宣伝してください。しんくんの夜のチュースで、いはい、できました。 FM 横浜 EK ラディオしんくんの夜のチューステイっていうトートバッグですけど、これどこに使うかがちょっと疑問ですが、ぜひもらいたい方はしんアットマーク FM 横浜 .jp に送ってください。はい、こうやって2周年記念のプレゼントができました。はい、これからも頑張ってラジオをやりますので、皆さんこれもらって知り合いにたくさん自慢してください。多分これお金で買えないすごく高い宝物だと思います。しんくんが作ったので絶対ね価値が高いよ。はい、じゃあそれでは次の曲いきましょう。一回かけたことあると思うんですけど、昔僕が紹介した曲で、その芸人さんが韓国のいるんですけど、その方が自分バラエティで歌った曲ですけど、歌詞を自分が書いていて、自分が20代にいろんなこと悩んだりしたことが全部入っている、そういう美しい歌詞になっているんですよ。夢が叶えたり叶えなかったりするっていう言葉がね大事かもしれないし、考え方がすごく人生に大事かもしれないから、この曲を、聴かせたいです。ぜひ聴いてください。チャジンダイペギーマランデロ。お送りしたのはチャジンダイペギーマランデロでした。 FM 横浜 EK Radio。 クロスジンのシンがお送りした FM 横浜 EK Radio シンクの夜のチューステイ、いかがでしたか。僕シンくんにメッセージや何かやってもらいたいことがあったらメールで送ってください。シンアットマーク FM 横浜.jp、 SHIN アットマーク FM 横浜.jp。 運転中の方はメールを送るときは安全な場所に車を止めてから携帯を操作してください。さあここで明日担当のマサールくんに僕から質問します。マサールくん、韓国に来たことありますか。それでは最後はシンくんからリスナーの皆さんに壁ドンです。ライブに来てくれて本当にありがとう。これからもっと僕が幸せにしてあげるぞ。 FM 横浜 AK Radio 新宿の夜のチューンステイ、クロスジンのシンでした。バイバーイ。